はい、勉強させていただきます。よろしくお願いします。まず、そちらの試合の感想からお願いします。結構楽しかったですね。矢地君が一気に来るか、待ち合いになるのかどっちかだと思ってたんで、予想通りの展開でしたね。戦ってみて、矢地選手、どういうふうに感じましたか？やっぱり、分析した通りの、前足のローキックだったり、で、こっちが先に先手を打っていったんで、うまくいきましたね。それはどんな感じでプランを考えてるんですか？結構構えが、前足が内側向いてて、カーブキックが弱点だなってまず思ったんですよね。それと、圧をかけられた時のリアクションが全部大きいので、フェイントを多く出して、こっちが出さした攻撃にカウンター合わせるっていうことと、ボディ、全部うまくいきました。選手のテイクダウンはどうでしたでしょう？やっぱ力強かったですけど、俺の腰もそこ強いと思うんで、なかなか倒せないと思います。試合中に何度か笑顔を見せてましたけど、あれは。やっぱ楽しくなっちゃって、結構今回2人ともすごいリスク背負ったんで、お互い本気で殴り合ってる時に楽しいなっていう感じでしたね。今は試合終わって安選手を見てくれると思いますか？もともと認めてるんですよ。編集者がうまいことをやってくれちゃってるんでね、あれですけど。でも、性格的にはちょっと仲良くできないかもしれないですね、やっぱり。事実上ダウン取ったみたいな感じですか？あれは、あやでいない感じやろ、どう答えるのか、これからした。あれも、打ち合いになったら入れる練習をずっとしてたんですよね。右フックが結構開くんで、そこにストレートを合わせるっていうのはずっと練習したんですけど、結構ガツガツ来てくれなかったんで、難しかったですけど、最後、投げ合いで出たんで、そこにちょうど入りました。他ございますでしょうか？逆に相手がローキックを打ってきたのも、この見込み済みっていうか、想定済みだった。そうです、そうです。それも完全に絶対やってくれたのかな。僕の弱点を何個か見つけたって言ってたんで、自分の分析をしたんですよね、何試合か。そしたら、俺もちょっと内側向いてるわと思って、で、ローのカットがあんまできてないから、向いてくれたろうなっていうのは思ってましたね。それはカットせずに、距離で外してこうそうです、そうです。やっぱ流行りのカーフキックで来ると思ってたんで、でも普通のローキックでしたね、大体が。最後に対抗戦のことを言いましたけど、もしそれが行われたら、自分が対象になるので、あるいはとにかく戦時来て出たいと。ファイトマネー次第で出たいと思います。他ございますでしょうか？今の最後の質問が続く形になるんですけど、ということは逆にライト級グランプリはそこまで興味はないというか、関心はないという感じですか？ぶっちゃけやっぱそこまで興味はないですね。俺の基準として、フェザー級ならその UFC とかのやつでも通用すると思ってるんですよ。だけど、ライト級でやったときに UFC のトップどころ勝てる気がしない。そういう気持ちを持ったまま、トーナメントに出るのは良くないと思うんで、そこは自分の階級でやりたいとは思ってます。だったらフェザー級でグランプリやってみようかみたいな感じやるなら、他ございますでしょうか？Just one question, Mikuru. Congratulations for your victory.
I saw that you are, of course, it was a main event, the main guy on the poster, but did you was impressed about how popular you are growing? Because much people sharing about you in your fight. Shori, congratulations.当然あのポスターでもメインになられてて、人気があるというふうには分かってるんですけども、だんだんそこの人気が大きくなってくる点についてはどのように感じられていましたでしょうか。そうですね、あんまり有名になりたくないんで、ちょっとそこは嬉しいわ。まあでも応援されてるとやっぱ嬉しいし、複雑な気持ちですね。I don't want toBe that much famous, so it's sort of a mixed feelings. But you know, I'm happy when I see my matches on air and my interviews on air. But it's a little bit of a complicated feeling. Oka, ございますでしょうか。なければ以上で終了とさせていただきます。